はい、こんにちは、下川チャンネルです。本日はこちら新春福袋のディエマ1000円くじの方、今回5パック購入してまいりました。でね、今回のねこちらのオリパー、いやーちょっとね当たり一覧をもう早速見ていただきたいんですけど、こちらラストワンにね入ってはいけないようなカードが入ってますよね。はい、こちら拡大しますと、こちらね去年のクリスマスに関係者にのみ配布されましたホリデーカードになります。はい、なんでね関係者しか手に入らないカードがまさかのオリパのラストワンで手に入る状況になっているということです。ということでね、今回はねこちらのラストワンを狙って5パック開封していこうと思います。では1パック目、はい、おー何枚か入ってる仕組みなんですね。では1枚目が、おーフェアリーライフ、まあ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 。でトレジャーマップのドラマティックカード、をラスト、じゃあこれが目玉カード的な弾丸王。いやちょっと1000円にしては出だし厳しいですね。続いて2パック目では、はい、おーバレットバイス、そしておー裏返し、じゃあこっちから行きましょうか。ブロンズアームドライブ、おーさっきとは違って光り物が出てこなかったですね。おー、なるほどね。はい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 。ノーマルに挟まれてたっていうのはそういう示唆だったんですね、当たりの。こちら、霧隠れ総統流バイケン。まあ素晴らしい。バウンスカードが出てくれました。ということで、続いて、3パック目。2パックに1つぐらいは当たりが入っているとかなんですかね。もしかしたらこのね、封入の感じだと。では。たぶんノーマルとか出たら結構熱いんでしょうね。おー、言ってたら、メガブレードドラゴン。いいね。あ、じゃあこっちが、光り物でしょう。でメガブレードドラゴン、じゃあこれが、はい、ええニコルボーラス、これ当たり一覧ねもう一度出しますけど、これ多分この1000円くじでラストワンを除けば一番の大当たりカード的な立ち位置でしょうから、一番の大当たりを引いてしまいましたね。ありがとうございます。いや今年おかしいですね。私普通にね1000オリパから5000 GT 当てたり、2000オリパからどんどん吸い込むラウンドプロも当てたりで、今回はね一番このオリパの中では大当たりだったニコルボーラスが当たったり、いや今年やばいですね。どうしたんですかね。続いて、おーまたまたノーマルですよこれ。こっちか、はい、ブロンズアームドライブ2枚、何だこれ、自然の何か、何がありました。なんかこちらは、はい、おーまたバイケン、ありがとうございます。いやー爆破じゃないですかいいんですかこれ、ちょっと笑いが止まらないですね。でラストでは、あーでもこれはちょっと外側のカードが光ってるんで違うっぽいですね。あーやっぱりコードキング、モーツァルト、なるほどね。そしてモーツァルト2枚、はい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 。では、はい、おーはやぶさ丸、ぶさ丸はでも悪くない。ということでね、新春福袋ディエマ1000オリパーの方は5個開封してこちらだったんですけど、いやこれね、じゃもう先言っちゃいますけど、これ実は、はい、こちらなんですよ。これね、ラストワンに入ってたじゃないですか。なんで、ラストワンまではもうさすがに買えないと思って、もう200個ぐらいあったんですよ、その場で。1000円かける200個で20万じゃないですか。さすがにこのカード1枚のために20万は払えないってことで、そのね、近辺のカードショップ、見て回ってた時にこのカードが2万5000円で売ってたんですよ。なんでね、まあオリパでは爆死しましたけど、ラストワンのね、こちらのカード、手に入れてきましたよ、みたいな。オチにしたかったんですよ。したらまさかのオリパの方がね、この内容ですよ。オチが完全に消されましたよね。とりあえずね、オリパの方もこの内容で。で、さらに、ラストワンにあった、このね、デッキーザホール。こちらのホリデーカードも2万5000円と、かなりね、お手軽な金額で手に入れたという動画にしたかったわけです。はい。まあ、一応ね、こちらのカード紹介しておきますと、去年の2017年、クリスマスに関係者にのみ、例えば CS を開催してるカードショップだったり、まあ、タカラトミーだったり、ウィザード社の関係者の方々だったり、あとはね、公認ジャッジ、近々2月に試験がありますけど、そちらの公認ジャッジの方々にも配布されたカードのようです。なんでね、多分公認ジャッジの方が多分カードショップとかで売ったのかなと思うんですけど、まあ、そちらの方ね、カードショップにて2万5000円で、今回は。購入してまいりました。12コストで呪文ですね。でオープンワンオブ
で、自分のデュエマ未開封パックを一つだけ、その中から好きな枚数のカードをコストを支払わずにプレイする。残りを自分のコレクションに加える。コストを支払わずにプレイするなんでね。今だったらね、在庫処分って言われているゴールデンベストから、モルネクをね、引き当てて、モルネクとハートバーをね、もう一気にそのままコストを使わず使えるという、もうとんでもないカードですよね。それはね、こちらに書いてるんですけど、このカードは公式大会では使えません。まあ当たり前ですよね。うん、12コストと重いですけども、それ以上の性能ですから。ということで、今回は、1000円オリパー5パック開封して、ちょっとした皆さんにねプチドッキリみたいな動画を作りたかったんですが、私がある意味ドッキリさせられましたね、オリパーの内容に今回は。ということで、今回は初のニコルボーラスと初のね関係者カードをゲットというとんでもない動画になりました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。今年はやばい。